さんこんにちは、コセンダ塾のコセンダです。カメラね、前回の動画まで本当申し訳ありませんでした。カメラをね、変えてちょっといいカメラにねしようっていうことで、前回までの動画新しいカメラで撮ったんですけど、あんまり良くなかったんですよね。不具合だと思うので、新しいカメラでいい動画が撮れると思うことを願っております。中1中2の英語で、一般動詞ね、一般動詞ってなんか動きがあるような動詞ね、走るとかね、食べるとかね、そんな動詞を、そんな行為を表すような、品詞を英語では一般動詞と言いますけど、それを過去形、つまりそれしたよみたいなね、いう風に作るときにどうやってやるのかっていうのを、まあ、パート2とかね、ボリューム2です。ちょっと今日やるのが少しそれ難しいルールというか、前のルールよりはちょっとね、考えなくちゃいけないことが、注意しなくちゃいけないことがあるということで、余裕があるからね、前回までの過去形の作り方はもういいぞっていう方はここですね、ぜひ見てください。まずですね、study ね、これ勉強するよっていう意味ですよね。まあ一般動詞の一つです、study ね。これをもし過去形にしたければ、これ見てください、 studied ね、 studied なんですよね。でなんかあれとね、これはいいんですよ。ED はいいんですよね。過去形って言ったらやっぱり ED だなっていうふうに思うのはいいんですけど、あれとこいつなんだとね、なんか I が来てるぞと、しかも Y がいなくなってるんですね。 Y がいなくなってるね。で Y が変わって I に変わって ED だとね、例えばこれ carry ね、 carry ね、運ぶとかって意味ですけど、 carry も、過去形にすると carry ね、 carry ね、あれ I がいるぞね、同じような変化が起きてますよね。これね、なぜかっていうと、ちょっと実は英語のルールがあって、ここに書いてあるポイント。CNG プラス Y っていう動詞、ね、後ろの、ね、部分、最後の部分の2つの文字ですよ。2つの文字が、CNG と Y が来たら、ね、それは Y を I に変えて、Y を I に変えて ED つけるんだっていうルールがあるんですよ。ね、でもそこで、ね、疑問に思うのは、ね、CNG って何、ね、信じてなんですかっていう風になるんですよね。で、この信じとかね、っていうのは非常に英語では、ね、非常に大切になってくるので、ちょっと説明しようと思います。まずですね、ここに信じってあるんですけど、信っていうのは、もう一つね、まあ、ペアというか、もう一つ必ず考えなきゃいけないのがこっちなんですよ。母音字、母音なんですよね。で、まあ日本語で言ってしまったら、母音っていうのは、あいうえおの音だというふうに思ってください。あいうえお。ね。で、日本語でひらがなっていうのは、あいうえおと子音が合わさってるんですね、他のひらがなに関しては。例えば、あいうえおがあって、次、かきくけこってあるんですね、かきくけこ。で、これね、実は、かきくけこっていうのは、かだったら、先頭に、くくっていう、これ子音なんですよ、くくって、くって言った後に、あって言うんですね、く、あ、く、あ、く、く、か、か、か、みたいな感じで、子音を言った後に母音を言うと、ね、あの母音を言うと、カー、カーの音になると。ね、木だったら、ク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 の後に、イの音、イって言って、キ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 というふうに、木の音になると。なので、まあ、子音っていう音と母音っていう音の種類があるんだ、言語にはそういう種類があるんだというふうに思ってください。で、まあ、そこで最悪の子音と母音のね、ことが分かんなくても、母音を表す文字っていうのは、5つなんですよ、ね、まさに日本語の IAO でローマ字で考えていいです。 IUAO、ね、AIUEO、 この文字が母音字と言います。じゃあ子音字何か、その母音字以外なんですよ。母音字以外の、つまり IUAO みたいなこのも、アルファベットの文字が来てるか、それ以外が来てるかっていうのをまず見極めるポイントだと。だから子音字プラス Y ってしてるってことは、この IUAO のこのね、アルファベット以外が来てて Y が来てる。そうなるとこのルール適用です。このルール適用、つまり、Y を I に変えて ED だと。じゃあ見てみましょう。実際先ほど見た例、 study ね、見るべきところはここですね。あ、 D、 Y の前が D だ。 D ってどうですか、母音字ですか、子音字ですか。 D はこの IUAO、 AIUEO のどれにも当てはまらないということは、これ子音字なんですよ、 D はね。そうなったら、あ、この条件、ぴったんくね。シーンジプラス Y、シーンジプラス Y になってるなってなったので、I を、ごめんなさい、I ね、あ、Y を I に変えて ED だよっていうルールになってると。じゃあ、キャリーね、キャリーね。あ、Y があるなぁ。じゃあ、Y の前、シーンジかなぁ。R だなぁとね、R ね。どうですかね。シーンジですね。なぜかというと、R は、I、
AIUEO のどれにも当てはまらないということは真字だねということなので、あ、これ真字だと。真字プラス Y は Y を I に変えて ED ということで carry、ね、こういう書き方をするよ。じゃあ例えば最後に質問なんですけど、例えばこんな動詞ありますよね。 Y がつく有名な動詞 play、ね、play ってあったときに、あれと Y 来てるな、ね、Y 来てるからね、I に書いて ED かなって思いやすいんですよね。でも見てください、ここ A ですよね。あー母音じゃんと、母音来てるから母音字プラス Y は無視、ね、母音字プラス Y 言ったら、あーこんなね複雑なルール使いません、単純に ED つけて play ですれば正解ですよってことですね。だからこれはこの今回のルールには当てはまってないもんだっていうふうに思っておいてください。今日ですね、一般都市の過去形の作り方ボリューム2ということで、ちょっと難しいやつねやりましたね。ちょっとこれ結構難しいやつなので、前回のね作り方がもういいなと完璧かなっていうふうに思った方から、見て勉強すればいいかなっていうふうに思います。まあ英語の学習、まあ学習全般人それぞれ自分のペースでいいですから、ゆっくりゆっくり、理解できることを増やしていきましょう。頑張ってください。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。小学生中学生の皆さんに向けた勉強内容や勉強方法について動画をお伝えしております。チャンネル登録高評価お待ちしております。ではまた明日の授業で会いましょう。